さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中先生よろしくお願いいたします大変ですよ大変ですかもう帰りますかいやいや帰るんじゃないでしょやる気満々じゃないですか <laughs> いやい,やいや、ね、ネクタイも素敵ですよええ今日はネクタイもねいやこれはもうチンピラネクタイいやなんですかその初めて聞きましたよネクタイでチンピラってどうなっちゃってんですか <laughs> も俺も締めてこらないっ,って言って首が締められだよなん<う> <laughs> でそれがチンピラなんだか <laughs> さて統一地方選挙の前半 選として、一昨日、四十一の道府県議選挙とですね。十七の政令市議選の投開票が行われ、昨日、全議席が確定しました。四十一の道府県議会議員選挙では、ですね。定員二千二百六十のうち、自民党が千百五十三議席を獲得。定員全体の過半数を確保しました。 そして野党第一党、立憲民主党は185議席を獲得し、選挙前の178議席から7議席増やしました。 えただ NHK などはですね改選前より増えたと報じていますが共同通信などは立憲民主党の改選前の議席を200議席としているため、えー、こちらはですね15議席減の大惨敗と報じています、まあ、確かに立憲民主党が議席数を増やしたという報道と減らしたという報道両方出ているんですが、まあ、これはおそらくですね2022年9月に希望の党と民進党が合流してできた 当時の国民民主党が分裂したことで新しい立憲民主党が誕生しその国民民主党の分裂によって立憲民主党に合流した議員数を加算して200議席としているのが共同通信で本来の4年前の立憲民主党の獲得議席数に準じて報じているのが NHK ということのようなんですね。まあ、ということはですねこれ途中合流で所属が変わった議員数を加算している 共同通信の報道の方が正しいと見た方がいいんですかね、これねそうですよね、えー、まあここら辺はちょっとよくわかんないですけど、えー、まあどっちかっていうと、まあ一言で言うと、今回の立憲民主党は小西博之であったと。はい いうようよな感じで、はいええ、以下終わりとまあはっきり言って、ええええ、増えようが減ろうがですね、はいまあ、立憲民主党に対するですねあんまりなんかこう目立った、ええ、あの成果はなかったんじゃないですか立憲民主党の泉代表は統一地方選挙の前半戦の結果が出た後に自身のツイッターで「おはようございます統一戦前半戦立憲民主党の道府県議選は原油240万 議席が214議席に全国で合わせて10議席増でしたありがとうございましたとツイートをしていたということなんですね、まあ、これはそらく公認だけでなく推薦も入れていた数字で計算して10議席増としているらしいのですが、まあ、これもしかするとですよこの財惨敗と報じていた共同通信にツイッターで政治的圧力をかけているということはないですかね。もうあのねあの小西議員 で、はいえー、話題騒然となったね。はい、なんかあの政治的圧力なんじゃないかとなな。なんか耳に残ってるですよ、ね。なんかね、あの小西さんがね、はい、あの NHK や産経新聞にね、はい、なんかあの何でしたっけ、えーえー、ちょっと政治的な、はい、う圧力っぽいね,ね、えー、ちょっと強気のね。えー こととを言ったた話題なりましよねいい度胸してんじゃねえかみたいな。いいよね。おだ俺誰だと思ってんだみたいな。ざっくりととう以前俺はこういう役割だったんだぞみたいなこと言ってこれをね私たちとこの発言を見てねまた小西さんがねこうやってね「ああ田中と寺島いい度胸じゃねえか」とかね言われたらちょっとね圧力反対っつってねそんなことはまあね えー、彼もしないと思いますよ。ご覧にもなってないと思いますけど、ね。はいそうで,す、ねはい、で、その他ですね。統一地方選挙前半戦の政党別の結果だけ簡単に紹介しておくと、日本維新の会と大阪維新の会が選挙前の倍以上となる。124議席を獲得地盤としている関西以外でも多くの議席を取りました。また、公明党169人が当選を果たしましたが、目標に掲げた17。 全員当選は達成できませんでした共産党は75議席で選挙前を24議席下回りました国民民主党は選挙前と同じ31議席社民党は3議席と選挙前から3議席減らしましたで賛成党は4議席と選挙前から2議席増やしました令和新選組は議席を獲得できませんでした その他諸派は23人、無所属は493人がそれぞれ当選しました。 まあこう見ると維新が大,、えー、大幅に増えて共産党が減ったという、まあ、このあたりが目立ってる感じですね。うん、そうですねやっぱ、はい、まあ報道なんかの取り上げ方も今言った維新の大幅増と共産党の大幅減ですよね、はい、これが大きく取り上がっていて、まあ、先ほど立憲民主党もいろんなそのこの基準の取り方によりますけど、はい、まあどっちかっていうとプラマイゼロで考えた方がいいかなって、まあ、つまり、まあ、あんまりね、えーあのー、あれだけこう、えー、国会でね、えー いろんなこの小西文書と、まあ、私は言ってますけど、はい、そういったものをねあの政権が、まあ、安倍政権ですか、はい、が。あの えー、放送業界に介入したん、えー、政治介入したんじゃないかとかね,、えーねえー、あれだけさんざんすね疑惑商法をやったんですが<ー>結局はですね、まあ、統制をこう、ね、大きく伸ばすどころか、ね、解釈によっては減ってるんじゃないかとはっきりしないと。えー、でまあ、あのーえー、他方ねその、えーまあ、国会の、えー、力強いパートナーである共産党、はいえー、がですね全くこうね敗北したということですよね。そういった てことを見るとやっぱね。あのまあ、今の、えー、立憲民主党も共産党も、えー、コアな支持者向けの、はいえー、政治運動してるわけですよ。ね、まあね、えー、ワイドショーテレビのワイドショーなんかをね。ボケーっとね。あの問題意識なく見て。 あなんかねあの相変わらず安倍がーとかですね、はい、相変わらず岸田さんも悪いことしてんじゃないのみたいなねそういったイメージに釣られてやすい、えー、高齢層でなおかつ、えー、もう立憲民主や共産党じゃないとわしゃやじゃんみたいなね<ー>人たちしか見てないんですよ。 あの立憲民主党もね共産党も、えーはい、それがもうもろに特に共産党の場合は出てきたと、えー、だからまあ簡単に言うとねこのまんまねあの共産党は、えー、統制を失っていくんじゃないですか今のままのやり方をしたらねあ個人的なこと言っていいですか、はいえー いいいいんじゃなそれでっって思ますねはきだってあんまり減りすぎちゃうと猫組長さんっていうね方がね「私はそんなこと言ったんですよ。共産党ね亡くなった方がいいんじゃね?」みたいなこと言ったらですね「いやいややっぱね意見の多様性のために少数残しておいた方がいいんじゃないか」みたいなこと言ってねまあそれはそれでそうだなと言ってたら常念さんがね同じようにね僕と同じように共産党が亡くなる日 日本がなんとか回復する日かなんか忘れちゃったんですけど、え二人どんだけあの共産とか批判してるのかこれ個人的意見でありますけどもね。個人的意見なんで、あ言論の自由ですからね。あのこれであのねクレームつけられても困るんですけど、あのはっきり言って、まあでもねそれを見てまあ冷静に見た。 ところ今のそういった共産党や立憲民主党のコアな支持者向けのねそういった、あのーえー、国会での,この活動とか、はい、政治活動の見方が問われてるんじゃないですか。さてて、えー、話をでですすねもう個言っていいですかあ,どうぞあとね、えー、1>, 1つあのみんな忘れてるんですけど、はい、令和新選組が候補者全員が、はい、全員再開当選というですね<ー>離れ技を演じたという。 いやあれそれ離れ技なんですかあれ忘れじゃなかったいや技じゃないと思いますよあらこれまた失礼いやいやお呼びでないじゃないんだからあれ狙,狙ってやったのかなと思っいやそうじゃないでしょう、まあ、結果そうなった,違っ,たんってことはやっぱり悔しい思いしてんじゃないんですかあらあらこれは失礼しましたいや,いや待ってください<笑><笑>まあだけどね、えー、この令和新選組も候補者をこう立てる っていうのもパワーがいるんじゃないんですか。いると思うんですね。まさかね、そこ狙ってたのかって。いやいやそう。再会狙いだったり全員じゃないと思うんですけどもね。公明党が全員当選をね果たせなかったんで。その代わりに令和新選組が候補者全員再会そこでマラソン取ってどうするんですかそんなところで。取ってないからそこではね。はい。さて日系民主党のですね議席数のこのまあほぼまあ変わらずもしくは減少という。 この原因ですね、まあ、あの増えたという説もありますけれどもえ選挙直前にあった先ほども田中さんご指摘の小西洋之参議院議員によるいわゆる猿発言と呼ばれる発言ですねえそして、その釈明会見でさらされたメディアへの圧力政治的圧力の発言の影響、まあ、これはこれどう見ればいいんですか大きかったと見るのか大きいんですか。 いやいやそ,れそれはお猿さんだよがあるだからそれ何が大きいんですか踊って何の何の影響があるんですかそれこれはでも懐かしいよそれまあ少なくとも少なくともプラスにね働くことはなかったと思いますよなおかつあのまあ大臣だからえ奈良の地元で行ってねあの奈良知事選 応援したかったと思うんですけど、高橋さんがね十分にまあ大臣だったからね国会に張り付かなきゃいけないからあの応援演説とかね十分できなかったってありますよね。でなおかつこの小西文書のせいでそれまでねしょうがないかツイッター高橋さんやってたんですよ。でそれで奈良知事選挙をねあの側面支援しようっていうね SNS を使ったあの応援をしようとしてたところを完全に小西文書にこう対応 あのね、時間とか、ね、そういった労力も持っていかれて、うんはい、SNS なんかで見ても、ねまあ、十分なんていうかなあのその文書問題の方に発信をね裂かれてしまったというところがあってそういった点では、まあ、自民党の、ねまあ、保守分裂というのがまあ大きいんですけどね、はい、長良知事選の場合はね、えー、高橋さんにとっては政治的に結構こう、ね、結果として見ると、はい、この小西、うん 小日文書みたいなものがです、ね、結構足を引っ張ったかなというところで僕なんかね、まあ、あの高橋さんの評価、えー、結構僕自身はねちょっとこう昔の彼女の,あの発言を見ると、はいえー、いまいち信頼できない面もあるんですが、はい、でも最近はねやっぱこう積極的な、ね、金融財政政策やろうとしてますから、はいうん、応援したいというのはありますから。 それを考えると非常に残念な結果でねあったことは間違いないですけどねちなみに、猿発言もメディアの政治圧力も先ほど言ったように高橋さんにはあんまり影響しなくて文書の方はしましたけどねこの発言自体はどちらかというと立憲民主党がいまいち伸びなかったことに大きく影響したにりかかってきたとあるいは共同通信の目線によれば。さあ 減少したという,う,、ね、と,いうところにあの、えー、力があったと思いますね、はい、で立憲民主党、大串選挙対策委員長はですね直接の影響を大きく受けている感じは私は受けなかったと、まあ、こういうふうに説明しているということなんですね。さて今回の統一地方選挙前半戦の直前には日本維新の会は小西議員の猿発言を受けて立憲との共闘これを凍結することも発表していました。小西議員の発言結果的に 今回議席数を増やした維新との距離も開けてしまったわけなんですが、え今後立憲民主党にとって国会だけでなく地方自治の場でも勢力的にこの弱い立場になっていくのかというようなこのね指摘もあるんですけども、このあたりは田中さんはうう。いやなるんじゃないですか。すかだから先ほど言ったようにね、はい、あの特定のあのコアな支持者向けで、ねはい、え疑惑商法政府に対する疑惑商法を、はい、あの書き立てていくと。えー、つまりまあワイドショーやまあ,あね週刊文集 文春法、はい、そういったもののスキャンダル頼みなんですよ摘出、ええ、頼みと、うん、で、えー、批判することがあの野党第一党のねあの職務であると、はいええ、でも批判以外に何も出てこないと、ええ、大々的な政策は、えー、昔の民主党政権の時と同じで全くこれは見込みなしと、はい、むしろ個人的にはですねちゃんとしたこう金融財政、えー、政策そして成長戦略合わせたですねアベノミクスの3本の あのたらざるところを大きくあの補って、はい、で対財務省とかねそういった官僚対策そういったものもしっかりやった上でさらに安全保障対策全部ではもう全部見直した上でやらなきゃいけないのに、ええ、一向にその、えーね、民主党政権の時の負の遺産に対してですね謙虚に向き合わない、はい、そういった議員ばっかが集まっていますからねね、ええ、それじゃあ、ね、国民は全然ね。 あのー、立憲民主党に政権任せようなんてさらさら思ってないですよね、まあ、それはもう数字になって現れてるんで、いいえー、それをね、いやいや、 国民は期待してるんだなって思っている人がこの動画を見ているとしてはそれはあなたがそのコアな不安であってえ日本においてはまあ少数派ですよえそんなものに頼っていてはですね立憲民主の統制は全然伸びないいと思いますねはい先ほどあの田中さんがですね令和新選組この立候補した人一人も当選できなかったとえそして最下位だったと皆さんね全員が立候補した選挙区で最下位を取るというまあ こういうこの結果が出たわけなんですけれども。その こちらもですね令和新選組は公認候補は全員再開落選したものの推薦2名と支持1名は議席獲得したと、えー、令和新選組からしてみると胸を張ってるようなんですねあいけないいけないね、えー、もう令和新選組のコアな支持者はですね、はい、非常にねこういったところはですね、はいえー、あのなんて言いますかね気にするんですよ、はい、田中とか寺島が全員再開で候補者を たとか言ってるっつってギャオーとか言うんでいけないいけない推薦二名と7名の方がですね獲得素晴らしいですねちょっと待ってくださいよちょっと待ってください。れました 助が余計じゃないですか <laughs> それも <laughs> ね <laughs> えまあね思わずだい待ってください <laughs> あのねそのまあ立候補した方はよ世の中よくしようと思って頑張ってるんでしょうから、ね、これは令和新選組の方々に申し訳ございませんでした,ただまだ民意がねこちらには来なかったってことなんでだから <laughs> 私今フォローしてるんですよフォローをえ <laughs> え,、はい、えまあです,ですから ま、そういうこともあったよ。というのはね。これ事実としてお伝えをしております。ええええ、さて、今月23日のですねえ。全国の。 区市町村において統一地方選挙の後半戦の投開票が行われますが、まあ、こういった前半戦の流れが2週間後にもどうなっていくのか検証、まあ、されていくのかどうかですねちなみに、えー、発言が注目される立憲民主党の小西博之議員はあれだけ連日いろいろと投稿していたツイッターの投稿を4月2日以降政治的なツイートは一切していないという奇妙な現象とも言われることが起きております。えー あの4月6日にですね東京新聞と朝日新聞の社説の天才のようなツイートはしていたというんですが、ねまあ、この後小西議員がどう動くのか。 まあこれで次の統一地方選後半戦の流れこれも変わってくるかもしれませんからこれは小西議員の発言というのは注目ですかね。もうですね実は僕もですね注目してんですよ。いつね解禁するのかなと。何を解禁小西議員が発言を。そうなんですね。もうみでそしたらですね匿名の方々がですねみんな同じようなことをですね小西議員のツイッターにあのディプライ書いてるんですよ僕の今ねいつねアパレン防射軍がね俺の暴発 みたいな感じでやるのかとみんな期待してんですよ。どれだけ愛されてるのか。いや愛されてる。愛されてるんじゃないか。愛されてるんじゃなくて、まあ気になるって感じなんですよね。そうなんだろうね。そうなんですよね、本当。はい。まあともかく今日別れましたよ。なんですか。はい。 令和新生組がいやそこですか <laughs> そこ <laughs> そこ <laughs> コニタンが愛されて <laughs> コニタンい,い,、ね、いや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 わからないですよね,それはね分かるんないですよねはい以上アフターテラちゃんでした田中さんありがとうございましたどうも